GHS プロアップです。はい、こちらのコーナーは番組から生まれたプロゲーミングチーム GHS プロフェッショナルの最新情報をアップデートしていくコーナーです。今回のアップではこちらです。 GHS プロフェッショナル初の世界大会を終え新たな挑戦へ。はい、そっか。現在次の世界大会に向けた戦いAPAC ノースのスプリット2のプロリーグ戦が開幕したところなんですけども、うんうん、実はスプリット1の世界大会を終えた GHS プロフェッショナルに大きな動きがあったみたいです、うん、はい、一体どんなアップデートがあったのでしょうか、ね、まずはこちらをご覧ください。はい、かっこいい。なんかめっちゃかっこいいじゃん。なんかかっこよくないか。うわ、かっこいいな。ロンドンおしゃれね。街がもうすごいな。ESA walking up. Yep, ESA making a very aggressive push with the Horizon Q as well. Ew! Great Reaper shot coming out from the boy Genji. And they're going to get landed on. They have to retake this height. They're getting out angled. Oh, baby. And the flank! Onto Luda, he gets the knock. Oh, and they're not even getting looked at right now. Can he get the knock? He gets another one. The Kraber coming out. And he got! Come on now, baby. GHS. Will they... うわちょっと厳しいね。兄貴、はい、GHS いますよ。おお、頼むぞ。いけんのか。クレーバー当たったら死ぬ。やめてよ。クロケちゃんの立つ。あー、まずい。これ上のチームが大丈夫。モニック、さすがに無理はないぞ。上打て。おモニック落ちた。モニック落ちた。上は上で打ち合ってくれている。いや、しかしこれは上が当たる。向こうがやりやすいんで、これまずい。この場合やっててスレイが落ちる。残れラスト1枚キノコ現地に託された。若きエースにこの1枚スラグ。奥行け、奥行け、耐える耐える。ジェジェス、キノコ現地いやー、降りていったー。全滅は GHS。 これが喜んでる。決勝にまあ、行けなかったっていうのがまあやっぱり今の自分たちがまあ弱いんだなっていう感じで、本当に一言でただただ世界との壁を感じてめっちゃ悔しいです。まずこの大会でまあ出れたっていうことがまあ一番大きな成果だって。でまあここからこの経験を糧にまあ次は上に行ければいいなと思ってるので。今回まあ CC に出ることを決めました。世界大会でボコボコにされて、まあ、いわゆる完全な負け犬なわけなんですけど、変わるしかないな感じなので、あら、レンタル席、あ、そういうの。なるほど。はい、いや、びっくりですけども、うん、でもチャンピオンね、取った瞬間とかすごい、うん、僕も実はあれ見てたんですけども、うん、すごいな、これ行くんじゃないかと思ってたんですけど、うん、そっからね、やっぱり世界の壁っていうか、やっぱみんな強いんで、
そこででも得るものもねいっぱいあったと思うんで、うん、すごいいい経験になったかなと思うんですけど、うん、なんかやっぱ想像以上にシビアなんだなっていう、うん、そしてそのキノコくんの CC に行くっていう決断がその多分世界大会に出て多分チーム内での自分のこうなんていうんですかね動きがまだまだっていうので多分自分からこう修行するっていうことですよね、うん、だからそれぐらいなんかこう僕らがこう追っかけてますけどもやっぱ本人たちもすっごいやっぱ本気で今回こう挑んでるんだなっていうのがね、なんかそのボケれないなって思いましたコメント俺も珍しく真面目にしゃべってさあちなみにですねキノコ選手が言っていた CC チャレンジャーサーキットとは簡単に言うと世界大会につながる予選の予選ということでございまして、あえて今いるカテゴリーからちょっと下がってですね本当にゼロからちょっと挑戦修行したいということでございますね。すごい。さあここは選手自身にいろいろと聞いていきたいと思います。今つながってるみたいなので、はい、まずはじゃあキノコくん聞こえますか？はい聞こえてます。およ今回ちょっと CC、まあ、1個、ね、下といいますかもうチャレンジの方に行きますけどこれどういう意図というかどういう決断で？まあそうですね、なんかやっぱ世界大会に出てまあ負けちゃったんでまあ実力が足りてないなってなってでこう、まあ、やっぱキーマウとかなんでやっぱまあさらにこうもっと繊細なこういろんな能力が求められるんでもう一回、ね、あの最初の段階から練り直していくというか鍛え直していったらなんか結果が変わるんじゃないかなって思ってちょっと前向きに修行を積み直すっていう意味がありですね。世界大会のやっぱり相手というかこの世界大会という環境はすごいやっぱ強かったですか？相手はめっちゃ強かったですね。なんか多分そもそものこうなんかゲームの向き合い方からなんかやっぱ違うんだろうなと思ったっすね。なるほど。具体的にこれここが一番違うとか感じることがあったの？なんかそうっすね、なんかその海外のプレイヤーとかあとトップに上り詰める人ってやっぱ自分のプレイと思い描いてるプレイになんかついていける、まあその思い描いてるプレイっていうのはこう勝てるプレイで、でそのプレイになんかついていけるような力を持ってるなって思いましたね。すごい、なるほどね。緊張しました？緊張はなんかあんまりなくて、こう日本のチームもいて、こう日本のチームの人とかも結構なんかフレンドリーにみんな話しかけてくれて、なんかいけそうな気がするわって気分でなんか割とやれましたね普通に。すごい。キノコっぽい質問もちょっとしようかなと思うんですけど、はいはいはい、ロンドンで一番美味しかったのは何ですか？ロンドンか、あーそうっすね、あの豚骨ラーメン屋さん行ったんですけど。ロンドンで？そう、ロンドンで豚骨ラーメン屋さんがあって、うんうんうん、あのちなみにその豚骨ラーメン屋さんの豚骨ラーメンは、うん、あんま美味しくなかったんですけど、うん、ただ、まあ、サイドメニューっていうんですかね、はいはいはい、餃子があって、うん、その餃子がめちゃくちゃうまかったんですよ。そう、サイドメニューが一番うまかった。はい、日本のものとほぼ変わんないというか日本の高レベルの次元ぐらいの美味しさがあって、ロンドン行ったらロンドンっぽいさ、なんかロンドンっぽい食べ物とかロンドンでの思い出をさ聞きたいのよ。あらー、はい、でもこれそのちょっと戻るけど CC で行くってことはまあその今回チャレンジというかちょっと強くなって帰ってきたいっていうことじゃないですか、はい、どういうなんか目標というかどういうモチベーションで CC を臨みますか？なんかもう一回こう APEX その向き合いと向き合い直すというか、僕思ってたんですけど、なんかこう今回このチームに入った時からこうプロリーグに出れるっていう環境で、でまあいきなりプロから始めたんですけど、なんかこう過程があるんじゃないかなみたいな思ってて、そこに上がるまでの過程をすっ飛ばすとすっ飛ばしてきたんで、逆にこの CC っていうところで一からこうプロリーグに行くっていう過程を
踏み越えていくと何かがあるのかもなみたいな感じでちょっと挑みたいなって思ってます。なるほどね、ちょっと楽しみですね、ここからキノコくんの進化が。じゃあ最後にエリさんからキノコくんにエールを。はい、キノコいつも、まあ、応援してるんで、まあ、CC 行ってもうキノコらしくキノコのプレーを見せつけてほしいなと思ってます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。さあそれではキノコくん浮きでプロリーグを戦うことになりました新生 GHS プロの話を聞いていきたいと思います。皆さん聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。うん、さあそれではいろいろ聞いていきたいと思います。まずは新メンバーレンタル移籍ということで松田選手自己紹介よろしくお願いします。あ、はじめまして、この度フナティックからレンタル移籍で GHS に加入した松田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやちょっとこのね番組実はこの GHS プロフェッショナル追っかけてまして、うん、ここの番組が誕生したんですけど、ここにレンタル移籍っていう、はい、こう急にこうチームに入ってくるってどういう心境なんですか。あでもなんか新しく完全に新しいメンバーでやるっていうのはちょっと緊張はしますけど、うん、まあでも楽しみですね。おお、松田選手から GHS プロフェッショナルはどういうイメージですか。あでも世界大会予選の時のチャンピオン、ロンドンでの、うんうん、同じグループだったんですけど、うんうん、そこでチャンピオン取ってるの見て普通に強いなと思ってましたね。はい、なるほど。じゃあどういうね化学反応が起きるか楽しみでございますけども、うん、レイ君、はい、新加入の松田選手のこう期待してる部分とか、ここすごいぞっていう部分はどこでしょうか。ここすごいぞっていうところは本当にその大会の試合中とかでもそのフナティックとやっぱ結局戦う場面がもちろんあって、その時に僕的には本当にその松田選手のその中距離とかの当て感が一番めんどくさかったです。嫌だよね、中距離からこうシードあんま削られていくのっていうのが。はい、もう本当に削り方がすごい選手なんで、うん、だそれが自分たちのチームに力を貸してくれるっていうのはもう本当に心強いですね。なるほど。さあ唐治君いかがですか、松田選手のすごさ。いやそうですね、緊迫した場面でも判断をしっかり下してくれるってところが、うんうん、やっぱすごいですかね。どうですか3人のコンビネーションは。ウィーク1はちょっと結果が悪くて、まあ、うまくいっていなかったんですけど、まあ、そこでしっかり反省とかは出て、最近のスクリームでは結構動きも良くなってきたりしてて、うんうん、まあ、仕上がってきたかなって感じですね。期待できますね。エリさんいかがですか、聞きたいこと。新生のパッドがやっぱりチームに1人いるとなんかねやっぱいいって言いますけど、そのなんか感覚違いって結構あるんですかね。もうなんかそのなんていうんですかね、ただのパッドって言ったらちょっと失礼かもしれないですけど、本当にもう世界のレベルの選手なんで松田さんは、なんかもう本当に安心感が最後に残ってくれた時とかの安心感は本当にすごいですね。なるほどね。ちなみに松田さんは何のご飯が好きですか。出た、何のご飯、はい、好きなご飯。何だろう、カレー好きですね、めっちゃ。あ、いいですね、王道ですね。素敵です。素晴らしい成績を残した暁にはもう番組からね美味しいカレーをご馳走しましょう。そうですね。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ最後にちょっと皆さんから意気込みをいただきたいと思います、うん、じゃあカラージュ君からお願いします。ウィーク1は自分たちの強みを出せずに終わってしまったので、まあ、GHS が強いっていうところを、うん、まあ、皆さんに見せれるように頑張ります。応援しております、はい、頑張ってください。じゃあ松田選手、ウィーク1終えてからスクリームを重ねていって、まあ、今割とコミュニケーションだったりとかその試合中の動きとかも良くなってきて、スクリームでも上位が安定してくるようになってきたので、しっかりと上位を取れるように頑張りたいと思います。応援しております。じゃあ最後レイ君、ウィーク1の成績でちょっとがっかりされた方も多いと思うんですけど、そこをちゃんと今も練習してスクリームでも上位取れてきているので、いい成績取っていいところを見せたいなと思います、うん、3人でもうチームワークも取ってチャンピオン取りまくって美味しいカレーが待ってるんで楽しみにしていてください。頑張ってください。頑張ってください。では本当に頑張ってください。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた GHS プロアップデでお会いしましょう。さよなら。さよなら。